どうも、ヌルです。モンスターハンターライズサンブレイク続きやっていきます。マスターランクのイベントクエスト、映える最下はこうで、ルナガロンとゴアマガラ。どうか、うまくできるかな。ゴアマガラがめんどくさいな。とりあえずルナガロンから行きましょうかね。これ私の。あのゴアマガラって結構弾に対する、なんて言うんだろうな、防御力と言いますか、耐性と言いますか、高い気がするんですけど、な結構顔ばっかり狙わなきゃいけなくなるっていうか、あのルナガロンも高いんだけど、痛い痛い。しかも弾補充してないし、まだ鬼がないのでしょう。
いたいたいよっし、弾補充して、それよけ、
ら普通のマウスコホートと貢献それなりにあるっていうのが多いかな今のところは。これか大将の異国星図いらっしゃい。防具作成と重ねるかな。ダスクって書いてあったけど、これか。なんかすごいね。パンクロッカーみたいな感じかな。でも全部で5個必要なんだな、作るのに。これは周囲ってやつだね。はい。というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。
ぬぬのゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。